とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はなかなかいい場所を出てますね。ゲイル聖域。ここは魂4倍だね。そして、草木の生い茂る寺院。ここは、まあ、そんなに難しくないかなと思います。ということで、ここ2つ。クリアしましょう。ボスがね、両方とも出るので、楽しめると思います。行くぞ!では行きますね。変更点が、モブがゾンビに変わるのよ。ゾンビに変わるならば、もうこのツタのアーマー。もうこれがもうベストマッチですよ。敵を絡めとってね、動けなくするので、もう本当にベストマッチ。ただまあ変なねエンチャントついてるのが、ほら拝殿ついてるやつとかいるでしょ。こういうのがいなければ全然いけるから。あぶねえ。もう多すぎるんだって。この拝殿のダメージがさ、もうちょっと下がってくれないもんかね。ワンパンでやられるときとかもう本当にね、がっかりするんだよね。ちょっと待て。奥には何もなさそうだけど、まあ一応行くか。いや、おっしゃ、オッケー。無限増殖していきまーす。はい、2体目のキャプテン発見。ちなみに1体目のときに、プレイヤーの HP が 20% 減少してます。今回はあ、モブ HP が 20% 増加。20% ぐらいだったら、まあまあまあ、なんとかなろうね。20% ならまだ全然いける。そして、3体目発見。3体目は、何が出るかな。あ、でも 20% アップで結構ダメージ与えれなくなってるな。あ、脅威ね。出ました。神秘、最後は。クリーパーに変わるやつね。問題ない。多分大丈夫。よし、このクリーパーの後に、ボスだね。特に何の問題もなく、これました。やっぱ、ツタのアーマーは、やっぱ、近接がね、多いところでは、めちゃくちゃ強いもんね。敵を全く寄せ付けないんで、むちゃくちゃ使える。よし。ならばもう、このまま、ワンパンじゃなくて、普通に、ボス倒しちゃいましょうか。ここ、ちょっとね、めんどくさいんだけども。まあまあまあ、カバンで、ガシガシやってみましょう。HP がね、20% 上がってるっていうのが、ちょっと気になるところだけども、多分、そんなに、ダメージも変わりはしないだろうから。いけるいける。さすがに硬いな。で、ダメージがね、入るとき入らないときあるよね。オッケー、チャンス。普通に攻撃しながらいい。いや、普通の攻撃全然良くないわ。全然良くなかった。はいはいはい、あと1/3。はいはいはい。もう、ツタのアーマーでね、完封できるんで、余裕です。うわ、いいの全然出なかった。まあ、とにかくクリアして、報酬を見てみましょう。どうだ?では、見てみましょう。まあ、最初はね、なんだ?オッケー。大丈夫よ。次だ。全部取ってるからね、260出るでしょう。ピンクスコーンドレルか。まあいいや。では次。ゲイル聖域か。行ってみましょう。ああ、よかった。いてくれた。一体もいなかったからね。まあまあ一体だけでもまあいてくれれば嬉しいか。できればもうちょっといてほしいんだけどね。神秘、何?略奪者 45%。まあまあ全然余裕だね。
いや、ダメだったね。キャプテンが1体しかいなかった。厳しいな。まあまあ、いいか。いいか。本当に。じゃあ、影カバンで行っても面白くないので、これで行きます。あー、ちょっと待て。火力じゃなくって、生存率を高めるために生きた下のアーマー、こっちの方で行くね。一回これ動かなかったんだけどな。多分今は覚醒させようってなったんで、動く。うん。これ動かなくなるときがね、本当にね、どうしようもないんだよね。せっかくここまで来たのにっていう感じ。よし、OK。とりあえず、正攻法で行くね。正攻法で。あー、ちょっと待って。いや、いいか。なんかね、一気にガーって削る方法で行くっていうのも面白いんだけども、装備変えなきゃいけないんだよね、それって。いや、変えるか。ちょっと行くか。挑戦してみましょうか。ワンパンで、行く方法で、行ってみようか。まあまあ、失敗したら失敗した時だ。これで、ちょっと待て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 。ちょっと待って。装備させて。これに、これに、あとは、壊れたビーコンあった。いいかな、これで。あれ、ちょっと待って、壊れたビーコン装備してないよ、俺。装備してないよ。壊れたビーコン装備して。OK。いいかな？じゃあ、これで、行きましょう。おい！ OK！ なんかギリギリだな。本当に。じゃあ、じゃあ、じゃあ、おぉ！よし！ OK！ あとここ！もう少しだよ。じゃあ、にゃっ！にゃっ！結構ギリギリだ。あー死ぬかも。危ねえ。ちょっと待って、 OK 行くぞ。いけ。うわ無理だ。無理だった、無理だった、全然無理だった。ギャーやられた。うまいや。装備変えていきましょう。おちょっと待って、これ装備変えれないんか。あっぶねえ、危ねえ。ここで全滅は嫌だぞ。ちょっと待って待って待って、装備させて。よし、最悪これでもまあいけるけども。いやー、ガーッといけるかと思ったけどね。あ、ちょっと待って、でも違う違う、俺ハーベスターとか装備してる。何をハーベスターしてんの。こっちこっち、オッケーオッケーオッケー。こうなってしまえばもうね、勝てるから任せといて。こっちこっちか、あ、こっち悪い、こっちこっち。実際これ、ここを解かなくても雷でやれるんだろうけどね。まあ、おそらくね、敵の近くに入って雷で出したって言えるんだろうけど、まあいいや。はい、心奪うものでした。ではクリアしますね。さあ、それではどうだ。まあこんなもんか。あ、でもツインボーはね、意外とワンチャンあるんだよ。ダメー、惜しい惜しい惜しい。一番右のところにクールダウンショットだったら、まあまあそこそこだったろうけどね。で、ピンクスコンドレルどうなの？あー、いらない。いりません。まあ、他に出たのもあるけども、基本的に、いらないね。はい。ということで、今日はボス2体、行ってみました。報酬は全然良くなかったですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。